迷ったら切るってやってます。はい。奏者の孫焼亮と申します。東京中心に演奏活動を行っております。というわけで、今日はですね、この白い部屋にいるんですけれども、これは何かというとですね、管楽器専門店のダクさんにお邪魔しております。今日は何するかというと、こちらのマウスピースのですね、選定をしていきたいと思います。しかもリガチャもあります。このリガチャはソプラノのリガチャなんですけれどもね、セルマーの180が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 本と、ウッドストーンのラバヨンね、金メッキのソプラノのリガチャなんですけども、こちら選定をね、していこうと思います。もう12本もね、あるとなかなか壮観ですよね。まあ、どういったことにね、気をつけて選んでるのかっていうのを前も動画出したんですけど、まあ今回ね、ちょっとだけ時間あるんで、あと僕の気力があったんでね、機材しっかり持ってきたんで、撮っていこうと思うんでね、まあ、マウスピース買いたいよって方はね、なんか参考になればなと思います。では、行ってみましょう。では、吹いていきましょう。本体はね、87EX でございます。もう全然無理ってやつを弾いていきます。で、何が全然無理かっていうと、もう抵抗がね、強すぎるとか、音がバサバサしてるとか、そういったものはちょっと省いていきます。で、今回はちょっと遠隔でね、あのマウスピン設定のご依頼をいただいてて、吹奏楽用途で、まあ、太くてね、丸みのある音を出したいっていうことだったんで、まあ、それにね、合うマッピーがあるかっていうのを探っていきたいと思います。遠隔の場合はその用途とかね、あのセッティングも伺ってます。リードの硬さとかも聞いて、なるべくそれに近いもので選ぶようにしてます。これはちょっとバサバサしてるんでなしです。もう瞬間的に弾いていかないと絞りきれないんですよ。もう本当にね、2個目いきます。コンパクトなの分かります？ちょっとね、マイクのね、品質がどこまで届くか分かんないですけど、ちょっとタイトめになってますね。ツヤも悪くないんですけど、ちょっと重いかなって気がするんで、ちょっと保留って感じですね。これ一番タイトめかもしんないですね。なんか音がコロコロしてて、すごい扱いやすい感じがします。これは残します。さっきのよりかはちょっと軽めな感じでしたね。あの180ってすごい万能なマウスピースなんですけど、その分やっぱりちょっとムラがねあるっていうか、結構幅広いんですよ。だからちゃんと選ばないとね、全然違うテイストになっちゃうんで。3つ目、あ、じゃあ4つ目。あー、これは息は入りやすいんですけど、ちょっとシャーシャー言うかなっていう感じです。あー、いや、残さないね。これいいっすね。音量も出るし、そこそこタイトなので、これ全然ありです。残します。次。あー、悪くないんですけど、ちょっと抜けきらないですね。ちょっとモコモコ系なので、
ちょっと疲れちゃうかもしれないですね。なんか音がこもるマウスピースを頑張って吹くのって結構きついんですよ、やっぱり。ちゃんと鳴る、息が入る方がね、楽ですよ、吹いてて。次。これも悪くないですね。割とタイト系ですね。良いです、良いです。これもちょいこもる系でした。音はね、丸いんですけど、丸すぎる感じがします。ちょっと詰まるかな。悪くないんですけどね。迷ったら切るってやってます。やっぱね、パッと吹いて、うわ、いいってやつを選ばないと、先手してる意味がなくなっちゃうんでね。よし、ラスト。ラスト1本です。はい。入りづらかった息が。よし。はい、ということで、今のとこ、1、2、3、4本残ってます。これを絞っていきます。ハンティントンね、好きなんですよ。やっぱスタッカーとかね、軽快にいけるのは最高です。それでいてね、音もまろやかなんで決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、ね、いいのがね、ないってこともなきにしもあらずなんで。はい、それではもう一本、ソプラノの、ウッドストーンのねリガチャを選定していこうと思います。これはもうご依頼くださった方のね指名で取り寄せました。1ヶ月以上待ちました。かっこいい。めちゃくちゃ吹きやすいっすね。すごい、待っただけあるな。なんか全音切りがすごいこうスムーズに移行していくような感じがして、うん、よくできてますね。しかもなんか音が太いんでね、ちょっと補正してくれてる感じしますね。あ、全然違う。どうしよう。こっちの方がよりスムーズっすね。あー、1個目の方がだからちょっと抵抗が強いのかなっていう気もしましたね。ちょっともう一回吹いてみます。あー、吹きやすいんですけど、ちょっと詰まり感があるんですけど、わかりますか？2個目の方が全然スムーズっすね。変化とかを加えてった時の変化のスムーズさが素晴らしいです。もう一回1個目吹きます。できなくないんですけど、ちょっと引っかかるんですよね。こっちはもうめちゃくちゃシームレスって感じです。しかも音量が出る。
くちゃ吹きやすいです。こっちになりました。決まりました。180とレッドストーンの選定おしまいになりました。ご依頼くださった方ありがとうございます。送らせていただきます。というわけで、まあね、いろいろ注意ポイントあるんですけど、ね、人に聞いてもらうもよし、自分で選ぶもよし、私に頼むもよし。ね、本当にいいマッピね、しっかり選べるといいですね。やっぱ一本しかないってなるとね、さすがに無理だし、まあ、ただ、ジャズマッピだとね、ちょっと選べないこともあるんですけど、クラシックのマッピとか、まあ、リガチャだったらね、割と比較的本数はあるので、しっかり選ぶと、まあ、自分の出したい音とか、望みの音、出せるかなと思います。カットを入れてると思うんですけど、フルバージョンメンバーシップにございます。メンバーシップの方もね、よかったらご覧いただけたらと思います。概要欄に。登録フォームあります。というわけで、今後もですね、こういった動画撮っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。